8時になりました。明日11月2日木曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは外況。引け後に発表された有望 IR。その他の IR。昨日発表された IR の値上がり率ランキング。本日のストップ高ストップ安。本日の値上がり率値下がり率ランキング。新規上場スケジュール。決算スケジュール。配当関連情報。アソンデイトレ候補。 トピック。今日の気になるチャート。去年の今。最後に本日のバット IR の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは123ドルの上げ、プラス0.38%。ナスダックは61ポイントの上げ、プラス0.48%。日経は742円の上げ、 プラス2.41%、1ドルは151円29銭、大幅に円安に触れ151円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1321銘柄、値下がりが302銘柄、変わらずが34銘柄、7割以上の銘柄が上がった状況です。 アメリカの方は FOMC を前に景気敏感株を中心に持ち高調整の買いが優勢となりました。日本の方はアメリカの株高と円安の進行で大幅な上げとなりました。アメリカ国債10年ものの利回りは上昇し4.9%台で推移しております。日本の方はさらに上昇し、 0.96%台で推移しています。ドル円の方は大幅に円安に振れ、151円台で推移しております。こちらについては後ほどお話しいたします。原油の方は低下し、1バレル81ドル,81ドル台で推移している状況です。業種別株価指数の方は、ほぼ全面高の状況となりました。 下げたのは空運のみの状況です。一方、輸送用機器、そして証券4、4%を超える大きな上げとなっています。売買高ランキングの方は、上げ下げまちまちな状況となりました。1位のレーザーテックの売買代金は、27日連続で2000億円台を確保しています。 増益を発表したことで本日大きく買われました。トヨタも情報修正と自社株買いを発表し大きく買われております。アドバンテストは過方修正を発表し売られました。ソシオネクストは情報修正と株式分割を発表しましたが本日売られています。JT は情報修正を発表し買われています。 村田が情報修正を発表し、大きく変われている状況です。経済スケジュールの方は、今夜は FOMC、そして雇用、製造の惑星直列の状況です。次に引き声発表された u 望 o i r です。まず、三菱食品。三菱食品は食品卸の大手です。 今期計上を19%上報修正、最高益予想を上乗せ、回答も30円増額という発表がなされました。24年3月期第2クォーターの連結計上利益は、前年同期比32.3%増の146億円に拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の260億円から 310億円に19.2%情報修正し、増益率が3.2%増から23.0%増に拡大し、従来の3期連続での過去最高影響層をさらに上乗せした。業績向上に伴い、今期の年間配当を従来計画の130円から160円に増額修正した。4月から9月期、 第2クォーターの連結計上利益は前年同期比27.7%増の80.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.2%から1.5%とほぼ横ばいであった。こういった内容です。本日の株価は4060円。出来高は13万株です。この13万株とほぼ同じくらいですが、 11万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月17日に2962円ですので、ここら辺の位置です。一方、9月12日に4140円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。 PBR は1倍割れで PER を加味しても割安です。今回の増配で配当は4%近くになっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に日本プラストです。日本プラストは自動車部品の大手です。本気形状を3.8倍情報修正。 配当も24 5円増額という発表がなされました。2年3月期の連結計上損益を従来予想の8億円の黒字から30億円の黒字に3.8倍上方修正した業績好調に伴い今期の上期配当を従来計画の5円から7.5円に大幅増額修正し 年間配当は15円となる。今回の要因としては、値上げと為替廃棄が上がっています。本日の株価は451円。出来高は5万8000株です。この5万8000株の6倍くらいですが、信用概算がえ37万株ある状況です。1年の株価の動きは3月20日に393円ですので、 ここら辺の位置です。一方9月15日に521円ですのでここが最高値です直近はこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドになっています PBR は1倍割れで PER を加味しても割安な状況です今回の増配で標準的な利回り 3%,、えー、3台 中盤くらいになっています。非価総額が非常に小さいえ銘柄です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、アジカンです。アジカンは業務用の卵焼きや水産な製品の会社です。上期形状を1点、30%増益に情報修正、20期ぶり最高益、通期も 増額という発表がなされました24年3月期第2クォーターの連結計上利益を従来予想の3.5億円から9.6億円に2.7倍情方修正し一転して30.1%増益を見込み一気に20期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった上期業績の好調に伴い 通期の連結計上利益も従来予想の6億円から13.5億円に2.3倍上報修正し、増益率が28.8%増から2.9倍に拡大する見通しとなった。今回の要因としては、新製品の値上げ、そして生産効率の向上、諸経費の抑制、そして で、為替差益が上がっています。本日の株価は880円、出来高は1600株です。この1600株の3倍くらいですが、4900株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは、3月30日に810円ですので、ここら辺の位置です。一方、2月1日に、 915円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。PBR は1倍割れで、PER を加味しても割安ですが、配当は低く、時価総額も小さい状況です。タた薄であるという点はご注意ください。次に注目の決算です。本日、 まず場中に発表された決算からお話しいたします。13時55分にトヨタが今期最終を53%上報修正、2期ぶり最高益更新、6000万株の自社株買いを発表しています。本日はプラス4.71%の上げとなりました。3ヶ月チャートはあまり明確なトレンドがない状況です。 そして12時に小野薬品が決算を発表しています。今期最終を10%情報修正。最高益予想を上乗せ。本日はマイナス1.56%の下げとなりました。3ヶ月チャートはデッドクロスを経た下げトレンドになっています。そして三菱ケミカルグループ。 こちらは13時30分の発表です。今期最終を39%情報修正。本日は9.88%非常に大きく上げております。3ヶ月チャートボリンギャーバンドですけれども、本日このように大陽線でプラス2シグマまで上がってきているところです。次に注目の決算です。 今度は引け後に発表された決算です。15時に TDK が発表しています。上期最終が38％減益で着地。7月から9月期も29％減益。本日は4.16％上がっている状態です。3ヶ月チャートは本日窓を開けて高値圏まで上昇しています。 そして日本製鉄。15時の発表です。今季最終を5%上報修正。本日のザラバはプラス2.66%の上げでした。3ヶ月チャートはあまり明確なトレンドはない状況です。そしてローム。ロームも15時の発表です。今季形状を20%下方修正。 本日のザラバは4.42%の上げとなっていました3ヶ月チャートはこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドになっていますそしてアステラス製薬15時の発表です今季最終を1 14%減益に下方修正本日のザラバは プラス2.32%の上げとなっています。3ヶ月チャートはこのように25日戦に頭を押さえられた下げトレンドの状況ですそしてオリックス15時の発表で上期税引き前が11%増益で着地7月から9月期も18%増益という発表です本日ザラバは プラス3.35%の上げでした。3ヶ月チャートはあまり明確なトレンドはない状況です。そして、キョセラ。15時の発表で、今期最終を1.4%減益に下方修正。本日、ザラバはプラス2.45%の上げでした。3ヶ月チャートはあまり明確なトレンドはない状況です。 そして住友化学15時の発表で今期最終を一点、赤字に下方修正本日ザラバはプラス1.62%の上げでした3ヶ月チャートはこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドになっている状況ですそしてサイバーエージェント 15時の発表で今期形状は20%増益ザラバの方はプラス2.27%の上げでした3ヶ月チャートはこのように25日戦に頭を押さえられた下げトレンドになっていますそしてヤマトホールディングス15時の発表で今期形状を19%下方修正 ザラバの方はプラス1.98%の上げでした。3ヶ月チャートはこのように、直近はゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。そしてヤマハ。ヤマハは15時の発表で、今期最終を1.10%減益に下方修正。本日、ザラバはプラス2.54%の上げでした。 3ヶ月チャートは25日戦に頭を抑えられた下げトレンドになっています。そしてオルガノ。オルガ,オルガノは15時の発表で紙、紙機形状が15%増益で着地。七月から9月期も13%増益という発表でした。こちらは、えー、ザラバは、えー、プラス1.63%の 上げとなっています。3ヶ月チャートはこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。そして、ことぶきスピリッツ。15時の発表で今期形状を22%情報修正、最高益予想を上乗せという内容です。本日のザラバはプラス1.91%上げとなっています。 3ヶ月チャートはあまり明確なトレンドがない状況です。次にその他の IR です。本日55件 IR 出ております。ここからずっと今お話ししてきた内容でここまでお話ししています。この他にイム,イムラヤグループが2.8倍の情報修正、キューブシステムが33%の増益、ブルナビがトントンに回復、 ソフト,トクリエイトが33%の増益。TIS が2%の情報修正。最高益予想を上乗せ。t ガイアが23%の減益。四十三パーは43%の減益に過方修正。共和リンは9%の増益。ドリームインキュベーターは赤字転落。スムラは29%の情報修正。 デリア新薬は6%の増益、東京インキは81%の情報修正、調和システムエンジニアは43%の増益、桜 KCS は2.2倍の増益、インテリジェントウェイブは46%の減益、デクセリアルズは26%の減益、SEC カーボンは77%の 情報修正。日課党は24%減益に下方修正中部後半は2%の情報修正配当も3円増額関西は1点赤字に下方修正戸上電機は47%増益広瀬電機は39%減益本期配当を60円減額東京キラボシは 7%の情報修正安永は53%の減益、ネットワンシステムは29%の減益、長瀬産業は11%減益に下方修正、リプロジーは27%の増益、ケーズホールディングスは15%減益に下方修正、宮崎銀行は14%の情報修正。 栃木銀行は25%増益に情報修正。東和銀行は60%情報修正。富士急行は2.7倍増益。神田ホールディングスは22%の増益。グリーンアースインスティテュートは赤字縮小に情報修正。ファイズホールディングスは6%の増益。東洋不動は18%の下方修正。 スカパージェイサットは19%の増益。関西フードマーケットは11%の情報修正。トーテクは38%の増益。サックスバーホールディングスは11%の情報修正。以上が発表されております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はワコムでした。 情報修正と自社株買いを発表したことにより、前日比19.3%の株価上昇。本日、よりからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第2位は日本電子。情報修正を発表したことにより、前日比14.7%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると、8.2%の利益となっておりました。 第3位は三菱電機。増益を発表したことにより、前日比14.5%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると0.2%の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。13位まで、26位まで、39位まで、52位まで、そして55位までです。 次に、本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高5件出ております。アマナ、寺岡製作所は2日連続、ワコム、帝王ホールディングス、元気寿司。このうち、寺岡製作所は MBO です。ワコムは増益と自社株買いです。元気寿司は情報修正と増配です。本日、ストップ安も3件出ております。 日本高衆派工業、そして M&A キャピタルパートナーズ、アジャイルメディアネットワーク。日本高衆派工業は下方修正です。M&A キャピタルパートナーズは8%の増益でした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はリケンテクノスでした。前日比 21.3%の株価上昇。第2位は寺岡製作所。前日比20.7%の株価上昇。第3位はアクアライン。前日比20.3%の株価上昇。値下がりの方は第1位がルーデンホールディングス。前日比マイナス35.0%の株価下落。第2位はアマナ。 前日比マイナス32.7%の株価下落。第3位はアジャイルメディア。前日比マイナス16.8%の株価下落でした。次に新規協調スケジュールです。11月3件予定されております。第1サイクルは抽選申し込み受付終了です。 そしてジャパンアイウェアホールディングスは現在抽選申し込み受付中です。そしてバリ,バリュークリエーションが11月22日東証グロースに上場を予定しています。次に決算スケジュールです。明日は129件予定されております。今週来週の注目の決算、このようになっています。えー、明日数、えー、非常に数が多いので、 売買代金10億円以上の銘柄に絞ってお話しいたします。まず、場中発表で11時に丸紅、そして川崎汽船、連合、闘争、昴、ダイセル、合同製鉄、三菱商事、住友商事、英語になると江崎グリコ、ファンケル、オニミノルタ、 JMTC。このうち江崎グリコは本日、年初来高値を更新しています。川崎汽船は貸借倍率0.62で、空売りが多い状況です。そしてメディパル、東武鉄道、東京精密、ヤマダホールディングス、住友電工、AGC、コナミグループ、ミネベア三ミ,ミ、キッコーマン、 え、KDDI、角川、サンリオ。このうち、キッコーマンは本日年初来高値を更新しています。東武鉄道は次回中間決算、進捗率は56%、メディパルは貸借倍率0.05倍になっています。次に配当関連情報です。11月の高配当ランキング、 年間利回りではこのようになっています。そして11月の単月利回りで見たラン,ランキングはこのようになっています。11月の権利付き最終日は11月28日火曜日です。11月も損益を検証してまいります。詳細はこちらの動画をご参照ください。次にアソーデイトレ候補10選です。 明日、馬中で大きな値動きをしそうな銘柄土地では、桜インターネット、日本新薬、東京鉄工、アクアライン、ストライク、小森コーポレーション、名電車、アンリツ、地元ホールディングス、日本テレホン。このあたりがアソンデートリに向いてくるのではないかと思われます。次にトピックについてお話しいたします。 本日、あれは日銀ではなかったというタイトルでお話しいたします。1ヶ月ほど前の10月3日、こちらは10月3日のドル円の24時間のチャートです。このように深夜23時にドル円が150円に触れた途端、一気に147円まで3円近く急落しました。 これについてついに日銀が介入したと大騒ぎになり、実際私もこの時の為替をリアルタイムで見ておりましたので、動画でお話したように日銀の介入を信じて疑いませんでした。そして、えー、実際その翌日に、えー、朝日新聞がでから出た記事がこちらです。翌朝の会見で 神田財務官がコメントは差し控えると言ったのが財務省はお密に動くという非常に効果的な印象を市場に与え見事な演出だと感心いたしました。これが10月4日の話です。その後の動きですけれどもこのようにここが150円ですが150円にたって すると日銀が介入してくるというイメージが市場に広がり結界が張られたように先週10月26日まで150円ギリギリ手前で推移していましたところが10月26日木曜の夜再び150円を越したものの今度は何も起こらず私もあれと思っておりました違ったんです 日銀は介入なんかしていませんでした。こちらが昨日時、夜の19時に日経新聞に出た記事です。10月の延休と為替介入実績なし。財務省が公表。財務省は31日、政府日銀による9月28日から9月27日の為替介入実績がゼロだったと発表した。 為替市場では10月3日に一時1ドル150円台まで下落し、その直後に147円台まで円高が進んだため、政府日銀が介入に踏み切ったとの観測が流れていた。財務省の神田財務官は3日に円が急騰した翌4日、為替介入の有無についてコメントは控えると話していた。 つまり日銀は介入していませんでした。では何が一瞬で3円もの円安を引き起こしたのか。そのことが続きの記事に書いてあります。3日の円の急騰はコンピューター分析で売買のタイミングを判断するアルゴリズム取引が影響したとの指摘が市場では広がっている。ある市場関係者は介入による円高進行を 収益機械として狙っていたヘッジファンドのアルゴリズムが作動したと話す。つまり人ではなくコンピューターのアルゴリズムがあの10月3日の円高を引き起こしたという話です。さらに書いてあるのが円買い介入すると一般的に円は急騰する。150円台に達した段階で一旦利益を確定しようとした大口の ドル売りの取引が発生円高方向への値動きが発生すると、円を買うようなアルゴリズム取引が、えー、介入があったと勘違いして、円を買う動きが瞬時に広がった。このような解説が出ています。つまり簡単な絵で描くと、大口のアルゴがいて、他にもいろいろあるゴが動作している状態。この状態で 150円に為替がだんだん近づいてきて、ついにタッチしたところで、まず大口のある語が150円到達。比較の円買い戻し。これを自動で、えー、処理していきます。そうすると、このドルが、えー、円が下がりますので、これを介入検知だと、介入だと えー、勘違いして介入検知、介入プログラムが起動して、円買い、円買い、円買いとなっていったわけです。これによってドル円が147円まで一気に円高に動いたという話です。しかしながら、えー、昨日の、えー、記事では日銀の発表で、あれは日銀の介入ではなかったことがバレて、 昨夜一気に円安が進みました。これを受けて、今朝方8時19分ですが、為替介入含めてスタンバイ、急激な円安、強く牽制、神田財務官。このように、えー、財務省の神田財務官は1日、記者団に対し外国為替市場で、 急速に円安が進んでいることを受け、介入,介入を含むさまざまな手段の準備についてスタンバイだと述べた。為替の一方的な急,急激な動きへの懸念を表明。急速な円安の要因について一番大きいのは陶器だと思っていると述べ、市場の動きをけん制した。 昨年9月22日、政府が約24年ぶりの円買介入に踏み切る直前にも、神田氏はスタンバイの状態にあると発言していた。いつ介入するか注目されるところです。次に今日の気になるチャートについてお話しいたします。今日はフェローテックについてお話しします。 ペローテックはご存知の通り、このようなサーモモジュール、サーミスター、パワー半導体用の基板など、半導体製造用装置の部品メーカーです。真空シール,シールでは世界高シェアを握っている会社です。こちらが2007年からの売り上げとそして利益の状況です。このように、 利益は伸びてい、あ、利益は若干減益ですけれども、売上は順調に伸びている状況になっています。しかしながら株価の方は7月4日以来約4ヶ月下がり続けており、3割以上株価が下がっている状況です。こちらが前回8月14日、フェローテックが発表した決算です。 4月から6月期第1クォーター計上は25%の減益24年3月期第1クォーターの連結計上利益は前年同期比25.2%減の76.2億円に減ったが4月から9月期上期計画の135億円に対する進捗率は56.5%に達し5年平均の44.9%も上回った。 4月から6月期第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の18.0%から13.6%に低下した。こういった内容の決算でした。この決算が発表された翌日ですが、このように大院線でマイナス4.5%の下げとなっています。 改めてこの決算について見てみると、第1クォーターでしたが、このように進捗率は25.4%、そしてコンセンサスも上回っている状態。つまり進捗率自体は悪くなく、コンセンサスも上回っていたということになります。一方、こちらは毎回お見せする、えー、信用取引の状態ですが、株価が下落を開始した7月4日、 4日あたりからこのように信用買いが一方的に増えており、4ヶ月で363万株から509万株に増えている状態です。こちらは特に対策倍率で見ると顕著で、この時は4.38倍でしたが、一気に20倍以上の現在は99倍に膨れ上がっている状況です。 やはりこのあたりがフェローテックの根本的な下落の原因かと思われます。本日の株価は2636円。出来高は87万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、平常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見込みです。このように増収ですが、 現役で減配の見込みになっています。株価は割安で若干減配したものの悪くない利回りになっています。一方、受給は重い状況になっています。テクニカルの方ですが、パラボリックは下げて転倒。RSI は特にシグナルはありません。そして、あ、 失礼しました。マックリーですね。マックリーは下げトレンド。RSI は特にシグナルはありません。ボリンジャーバンドも特にシグナルはない状況です。決算が11月14日ですので、この決算発表での反転を期待したいところです。次に去年の今についてお話しいたします。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。 また上がるという確信地みた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は去年の11月9日についてお話しいたします。この日も決算が多く、決算絡みでの上げの、えー、銘柄ばかりです。キッツウェルバイオ、フィンテックグローバル、ビーノス、デイリース、ブティックス、UEX、新日本電工、 タスキー、アドバンストメディア、サンウェルズ。このあたりがこのように前日比で非常に多く大きく上げた状況です。今年は11月の前半に決算を予定しています。次に本日のバッド IR、アステラス製薬についてお話しいたします。こちらが本日15時に出された決算です。 本期最終を1 14%減益に下方修正ア。アステラス製品製薬は医薬品で国内2位の会社です。24年3月期第2クォーターの連,連結最終利益は前年同期比67.2%減の316億円に大きく落ち込んだ。合わせて通期の同利益を従来予想の2040億円から 億円に下方修正し一転して13.9%の減益見通しとなった4月から9月期第2クォーターの連結最終損益は14.5億円の赤字に転落し売上業利益率は前年同期の22.8%から1.3%に急低下したこういった内容になっています。 本日の株価は1944円、出来高は870万株です。この870万株の4分の1くらいですが、230万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは、3月16日に1823円ですので、ここら辺の位置です。一方、5月25日に2300 60円ですので、ここら辺の位置です。直近はこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドの状況です。空売りは非常に少なく、信用買いが非常に,非常に多い状況で、対尺倍率は20.64 20. 倍になっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。 高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。